今回は木印のクリップボードライトです。こちらが木印のクリップボードライト、バインダーとかクリップボードとかいろんな呼び方がされますが、こちらはプラスチックではなく無垢の奈良材から作られているものです。厚さはだいたい4ミリぐらいのものですね。木印さんは京都を中心にオーダーの家具やオリジナルの家具を製作しているところです。こちらには引っ掛ける用の穴がついているので、壁に引っ掛けてメモ帳代わりに使うことができます。また、こちらは軽量タイプのクリップボードライトで、通常のクリップボードより厚みのしっかりしたモデルも存在します。私はこちらを裏紙利用でメモ帳として使っていこうと思っています。こんな感じで A4 用紙を半分に切った A5 サイズの用紙を挟んで使います。プラスチックではないので部屋にオフィスの雰囲気を持ち込むこともありません。また木の机で描いているような感覚も得られるのもこのクリップボードのいいところだと思います。裏紙利用が楽しくなる道具としてとても気に入っています。少々お値段は高いですが、ずっと使っていきたくなる一品です。